お疲れ様です。チャンネル登録100万人ね。でも実際の広告収益はそう10万とかね、20万とかっていうのが多いらしいんですよ。でさらにね、10万円切ってるっていう100万再生、100万チャンネル登録 YouTuber もいたりとかして、結構えげつないですね。まあでも100万人ファンを集めれるその力っていうのは案件とかで生きるでしょうしね。露出を求めてコラボとかもあると思いますし、だからどんなビジネスもそうですけども、あの YouTuber っていう括りの中でも稼ぎ方ってどんどん変わっていくし、変わっていくからこそかつての稼ぎ方はノウハウ化するっていうところもありますしね。なんか以前ね、アフィリエイトで PPC アフィリエイトみたいな講座がドカーンと流行って全国を駆け巡ったんですよね。私もそれに乗っかったんですけども、じゃあ今 PPC アフィリエイトが有効かっていうと、広告単価がもうぶち上がりすぎちゃって、個人ではもう全然払えないことになっちゃってね、まあ、抜き道はあるんでしょうけども、ニッチなところ攻めたりとか隙間を行くとかね。でもそのリサーチでもうほとんど疲れてしまうと。リサーチして PPC 打ってマイナスだったら一体何だったんだろうかみたいなね、1ヶ月とか2ヶ月を過ごすことになっちゃうんで、ちょんちょんっていう感じですよね、だから悩み解決っていうコンテンツはね、いいでしょうね、どんな悩みであろうとも悩みがなくなることはなくて、でかつて解決した悩みもまだ解決できてない人が必ずいるんで使い回しできるみたいなね。あの iPhone で撮った写真をパソコンに送る方法とかね、コピペの方法とかね、やっぱ未だに悩む人はいますからね、笑い事じゃないです。本当に。いってらっしゃい。